なたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール講座です。今日も引き続き、こちら大川隆法総裁の楽曲雨の御代神の降臨から学んでみたいと思います。雨の御代神という神は日本古来の原初の神と言われております。日本神道の神々が2000年、まあ、もしくは長くても3000年と言われておりますけれども、それよりもはるかにはるかに昔の神様が日本におられたんだということなんですね。そしてこの日本をの基礎を作り、日本を発展繁栄させておられた神がこの雨の御代神と言われる存在になっております。ですので、この雨の御代神という神様の名前は、不土記の中の発末体という文献の中に少しだけ出てくるんですけれども、本当のことを言うとこの神様の名前は日本人全員が知らなくてはならないお名前でもあるんだ、あるいは日本人全員がその御代神様の思想というものを学び体現しなければいけない国民が日本人でもあるのではないかと思うんですね。そしてその思想というものは日本人だけのものかというと、実はそういうわけではなく、地球神エルカンターレ、という地球最高の神様の、ご本体式に限りなく近い意識が雨の御代神というふうにも言われておりますので、世界中の方々、あるいは世界のさまざまな宗教思想信条において共通する普遍的な教えを持っておられるのも雨の御代神様ということが言えると思うんですね。それを今日は具体的に学んでみたいと思うんですが、ここに書籍もあります。雨の御代神の降臨、雨の御代神文明の真実、雨の御代神と日本文明の始まりという書籍もありますが、ぜひ合わせて学んで雨の御代神様とはどういうご存在なのかということを知っていただければなというふうに思います。ではまず初めにこの雨の御代神の降臨の楽曲一部を聴きいただきたいと思います。作詞作曲は大川隆法総裁、歌を歌っているのは伊藤潤さんです。ではどうぞ。
球を輝かせるために降りてくる、あらゆる悪を粉砕し、光のみあり善のみあり勇気のみあり栄光のみあり、それがあなた方の神の見姿、忘れるな、それがただの光ではないこと。はい、この雨の御女神の降臨の歌詞を少しご紹介したいと思います。この歌詞の中に、光がこの地に降りたのは遥かなる昔、その遥かなる昔ってまさに3万年前のことを指しております。この国を越えて、この日本という国を越えて地球を輝かせるために降りてくる、まさに、この地球全体を輝かせるために雨の御女神のという神様は降臨されたということですね。あらゆる悪を粉砕しという言葉があります。まずこれが大前提です。あらゆる悪というものはこの地球上にはあります、たくさんあります。それらを粉砕するということが御女神様の御心なんだということですね。粉砕しながら光のみあり、光しかないんだ、善のみあり善しかない、勇気のみあり勇気しかない、栄光のみあり栄光だけなんだということですね。それがあなた方の神の見姿、忘れるな、これがただの光ではないこと、こういう言葉があります。とても力強い歌詞です。御女神様の特徴を本当にこの歌詞から感じられます。その中で今日は勇気のみありという言葉があります。この勇気という言葉、雨の御女神の勇気というものを今日はさらに深く掘り下げてみたいと思うんですね。さあ、皆様は勇気がありますか？勇気ある人でしょうか？これをもし私自身が問われたら、突きつけられたら、自信を持って私は勇気ありますとはなかなか言えない、ところが正直な部分でもあるんですね。なぜなんだろうか。大川隆法総裁の書籍に勇気の法という書籍があります。この中でこういう言葉があるのでご紹介したいと思います。勇気さえ持てば運命はどうにでもなるという、ところになるんですが、ユートピアの創造は勇気から始まる。勇気を持った人が出てこなければユートピアなんてできない。後の人々のために身を挺して戦う人がいる。自分自身で刈り取ろうと思わないで、自分自身が果実を手に入れようとしないで、後の人々のために尽くす人がいる。その人に必要なものが勇気なのだ。こうあるんですね。これが勇気ということの定義というふうに言ってよいかと思います。その定義はまさにユートピアの創造、この勇気から始まるんだということですね。そしてこの雨の御女神様というものもまたこの日本を越えて世界中を光で輝かせる、そのために地球に降臨されたというふうな歌詞を先ほどご紹介しましたけれども、まさにこの地球をユートピアに変えるために御女神という神はアンドロメダという遠い遠い遥かな星団からこの地球にやってきたというふうに教えていただいているわけなんですね。これが御女神様の、一つの願いでもあるんです。この地球をユートピアに変える、仏国土に変える、そして私たちもまたその神の使徒として、
弟子として、神の手足としてこの地球をユートピアに変えるためにさまざまな努力を続けている存在でもあるんだということですね。そして私たち一人一人がそのユートピアに変えるために必要な要素として勇気というものがあるんだよということを教えていただいているのではないかと思うんですね。この勇気というものがなかなか生まれてこないという理由に、この後に先ほどご紹介した言葉があるんですね。勇気を持った人が出てこなければユートピアなんてできない、だから勇気が必要なんだと。ユートピアを実現するために、打ち立てるために勇気は必要、ただその勇気がなぜ持つことが難しいかといえば、後の人々のために身を挺して戦う人がいる、戦う人が必要だということですね。後の人々のために身を挺して戦う人、今人間が、肉体を持って生きているんですけども、その人が後の人々のために身を挺して戦う人がこの地上に一体どれだけいるのかというと、その数の少なさということに皆様はご理解していただけるのではないかと思います。私もその一人として活躍したいと思うんですけども、どうしても自分というものが出てきます。自分可愛さという気持ちが生まれてきます。それを捨てて後の人々のために自分の身を投げ出す、こういう人がまさに勇気ある人なんだということですね。これがなかなかできないから勇気が持てないということが言えるんだと思うんです。自分自身で刈り取ろうと思わないで、つまり自分自身でその身を刈り取って自分のものにしようとしないこと、これは私のものだ、私の木なんだ、私の果実だ、だから私のものなんだと思うこと、これが自分のための人生なんです。自分中心の考え方なんです。これを捨てなさいというふうに大川隆法総裁は言われております。雨の御親神様は私たちにそういうことを示されておられるんですね。自分自身で刈り取ろうと思わないで、自分自身が果実を手に入れようとしないで、後の人々のために尽くす人がいる、尽くす人が必要なんだということですね。後の人々のためにその果実を提供すること、それができる人が勇気ある人ということを言っておられるわけなんですね。だから雨の御親神という神はまさに勇気の御あり、もう魂すべてが人のために尽くすご存在であり、それこそがまさに神と言われる存在になってくるのではないかというふうに思います。ここで、対比するとするならば、日本神道の神々、この神々というのはまさに御利益信仰と言われる存在です。その御利益というのは自分のために、生きること、自分のために何かを信仰する、それを提唱する、そういう人たち、神様の集まりでもあります。その考えと遠く遠く離れたところに雨の御親神はおられるんだということを私たちは知る必要があるんですね。だから今多くの日本人が認識する日本神道の神々と雨の御親神は全然違うんだということを私たちは知る必要があります。だからその神様、こういう日本に尊い尊い人々のために尽くそうと生きたご存在がおられるということをすべからく日本人全員に知らしめる必要があるし、世界中の人々にも知ってもらう必要があるんだというふうに思います。その、なぜそんなに人のために尽くすことができたのかといえば、この雨の御親神というご存在は勇気のみあったんだ、もう純粋な勇気がその心の中に秘めておられた、
もう熱く熱く燃えたぎるようにその勇気が存在していたんだということなんですね。それが行動として現れ、この日本は3万年前には素晴らしい国として栄えたんだということが言われているわけなんですね。そしてその光は日本という国を越えて世界のあらゆる地域にも広がっていったとも言われております。私たちはまさに今この雨の御親神様の光をまた復興させる必要があるんだと思うんですね。この尊い尊い御教えというものを私たちも学び、それを世界に輸出していく必要があるんだというふうに思います。そのために私たちもまた勇気ある人、つまり自分のためではなく人々のために、後世の人々のために身を挺するような人生を送れるような人たちをたくさん作っていく必要があるんだと思います。この地球上が本当に自分のためではない、人々のために、後世の人々のために身を挺し、勇気ある人々で満ち満ちますよう、主エルカンターレ、そして雨の御親神様にお祈り申し上げたいと思います。ありがとうございました。